はい、どうもりょういちです。それでは、ミストサバイバル、やっていきたいと思います。今回はね、新たな NPC をね、仲間にしに行きましょう。よし。じゃあ、早速、出発するか。こっちの方面にね、多分いると思うんだよね。奥に行った先にね、いると思うからね。人のところがあるから、そこをね、襲撃しに行こう。今回、装備がね、ちょっと貧弱だからね、ナイフと、あの、ピストルピストルしか持っていかないからな。弓もね、ちょっとなくなってしまったから、まあ、 ショットガンとかね、ライフル持って行ってもいいんだけどね。まあ、とりあえずピストルでなんとかね、やっていきましょう。遠くからでも意外と当たるからね、多分行けるんじゃないかな。わかんないけど、ダメだったら、あれだな、なんかまた取りに帰るしかない。多分行けるだろう。よし。とりあえずここがガレージだね。意外と道が近いんだね。ガレージのところ。さらに、あの、道を進んで分岐になっていたところを、 えー、まっすぐ行くと、あーのー、あるっぽいんだよね、人のところがね。あ、ここもアイテム復活してるな。また取ろう。よし。では、出発だ。はい、分岐のね、看板のところまで来ました。この先っぽいんだよね、道からそれたところ、このまままっすぐ行ったぐらいのところに、あるっぽい。多分すぐ見えるとは思うけど、あそこに車が1台ありますね。すぐに建物ぐらい出てきそうだけどね。 あそこが奥がもう山だからあの手前かなあるとすればこっちの車一応あさっておびっくりしたニワトリ急に湧くないびっくりするわよしとりあえずニワトリもまた捕まえないとなあーで結構燃料入ってんなまあいいか多分この先じゃないかなあなんかあるぞああれか ああ、なんかあるけど、ちょっと丘になってて、見にくいな。わからないな。血のりが悪いな、これあーでもあれっぽいね。バリケードがあるな。あれだな。よし、どこに敵がいるかだな。柵もあの辺にあるぞ。まずは偵察だ。見つからないように。偵察。矢倉はなさそうだ。あー敵が。敵が急に湧いたわ。敵が3人湧きましたね。あそこに。慎重に行動しよう。ああ、来てる来てる。 あっちまで来るんだ。どこまで行くのあいつあ降りてったぞ。あいつどこまで行くんだあいつやれるんじゃないかあいつめっちゃ離れていった。あれあいつ本当にどこ行くの戻ってくんのかなあいつ。あいつ道路まで行くのかなもしかして。いつもあの道路付近にわいてたやつらってあっこからもしかして来てたのかそんなことはない。いやめっちゃ行ってるよあいつほら。めっちゃ進んでいった。道路まで降りてんじゃん。 戻ってこられると厄介だからな。先にやっとくという手もあるけど、どうなんだ怖えな。え、本当に行ったよ、あっちまで。あっちまで本当に行っちゃったよ。そういうことなのかな道路まで来てたやつとこっから遠征してたのかな物資探しにマジで。まあ、とりあえずこっちの、あれか。警備は手薄になったか。二人、二人いるね。一人行けそうだな。 あいつ行けそうだけどな、こっち側にいるかどうかだよね、あとはね。まずは周りを確認した方がいいか。あ、でもこっちはいないね。こっちは今んところいない。とりあえず二人だな、二人確認したね。あいつ行けそうだけどな入り口のやつね。もう一人どこ行ったあれ、もう一人は。回ってきてんのかな、もしかして。 こっち回ってきてる可能性あるよね。入り口のやつ行くかじゃあ。行けるかあ、うん、ダメだな。ダメだな。微妙に見られるね、これ。全然見られる。全然見られるね。回り込めないね。ちょっと、ちょっと離れよう。もしかしたら回ってきてるかもしれん。もう一人。もう一人、中かな。中に入ったのか、回ってきてるかだよな。 まあ、しゃがんでたらいける説あるから最悪ねあのなんとかあの辺に潜り込んでしゃがもうで音を立てたりして寄ってきたところをやればいけるかもしれんあいるわあいるいるいるねいるね嫌がるぞ意外と敵は少ないなここ家とかないから本当に人がいるのかどうか仲間がいるかどうかも怪しいけどいるぞまずここに ああ、見つかりそうだな、これ。どうするピストルでもやるか。もうこれはちょっと横に行ったら確実に捨てるスキルは難しいだろう。もうピストルでやってしまおう。それがいい気がするわ。一撃で死ぬかどうかわからんけどな。どこの距離感でバレるか。ああ、見つかりそう。見つかったらもう俺死ぬよねこれ、これ。やべえな。あ、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 ちょっと、ちょっと待って。 待ってくれちょっと待ってくれ。怖え。怖えな。こっち来る一瞬目になってたらやっぱ怪しいんでこっち来るのかなそれもわからないけどな。もうちょっと離れて。あれいるねいるねいけるか撃てあれ弾入ってない。くそいつものやつじゃねえか。いつものやつ。 行くぞあダメだちょっとこっち向いてるちょっとこっち向いてんね今だ行けるか打てどうだダメかやったかやったやったぜよしよしよしやったやったオーケーうわー来てるこっち来たね怪しんできた怪しんで一人来ましたよあいつも行くかあいつも当たるかなああ微妙あこっち来てるあいるね怪しんでね ああ、どこ行くのああ、どこ行くのああ、どこ行くのほんとに。あ、こっちからも来る可能性あるよね。ちょっと待ってよ。こっちから来られたらまずいよ。あいつは入り口にいたやつなのか、もしかしたら道路のやつが戻ってきてる可能性もあるからな。それは怖いよね。どこ行ったどこ行っちゃった。やべえ。やべえな。あと他どこにいるんだろう。わからねえな。 どこ行った本当に人いるのかそして人質というかこんなところに分からんけどあさろうおフラググレネード2つも塩と塩とフラググレネードだよしグレネード投げようかな使ってみてもいいかもしれんこっち側から回ってみよう入り口にいたやつはどこに行ってんだろうあいないあいた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 あれだ あの、バレルの向こうにいるな。あ、動いてるね。まだ警戒してるか。あれ、どこ行ったあ、いるいるいる。まだ警戒してるぞ。行けんじゃね。こっから行けそう。よし、どうだ。あ、ダメ、ダメだった。柵に阻まれたっぽい。危な。危な。来る来るのか。あ、来てる来てる来てる。危ね。来てます。来てますね。 危ない危ない。行けるんじゃないこれ。あ、なんだ、なんだ、な危ない危ない危ない。危ないまだいた。危ね。びっくりした。中にいた、危ブ、ね、ネ。あいつの攻撃通らないんだ。あそこ、壁に守られてんのか。びっくりした。中にいたか。二人いたな。二人いたわ。危ねえ。危なかったぜ。慎重に行こう。撃たれたらもう終わりだから。壁、壁が助かったね。壁があって。 とりあえず、こっち側から回るか。逆に中入って、あいつが、こっち向いてる間に、ステルスで行ってもいいかもしれん。こっち側から中に入れば、気づかれないかもしれない。まあ、残り、二人とは限らないけどな。敵がここ、うわあ。やべ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 今のはやべえか。来てる来てる。危ない危ないいてててててやべやべ来てる来てる危ないやべやべ、ボコボコにされてる。 いてててダメだー強いマシンガンには勝たない強かったいやしつけえな追っかけてくんだな普通にやられたわクソ失った俺のフラッググレネードが投げればよかったわクソやられたかクソかなり出血もしてしまったしな容赦あせんぞもうもう容赦あせんアサルトライフルだこちらも行くぞよし戻ってきたぞ まずは荷物回収するか。この辺りで死んだかなこの辺の坂登ってて死んだ気がするけどな。転げ落ちたかな荷物。どこに行ったないな。ないぞ。この辺じゃなかったかなちょっとわかんないな。あー敵もいる敵はいないか。 俺の荷物ないこの辺の坂じゃなかったかなこっちだったかなもうちょっとちょっとわかんないな死んだ場所出ないもんねこの辺りだったとは思ったけどフラググレネードとかピストルも失ったからなピストルなくなっちゃったからうんまあいいか弾ももう置いてきたしな弾も落としたのかなもしかしたらまあライフルで行こうとりあえず行くか まあ、あとで回収してもいい。また探すか。よし、とりあえず、奴らを始末してやろう。ナイフの耐久値もなくなってね、壊れちゃったからな。とりあえずもう、ピストルで、ピストルじゃない、ライフルでも、ね、蜂の巣にしてやるぜ。まあ、でも、撃たれたらこっちは、すぐやられちゃうから、慎重に、慎重に行こう。多分、俺が死んだことによって、奴らの、あの、警戒は解けているんじゃないか 配置は元に戻ってるまあ、二人はいたよね、まだね。二人は確実にいたけど、あれ、いないな。あれ、どこ行ってんだろう。また、道路の方とか行ったのかな。怖えな。あんまり走れないからな、今。怪我してるから。あれ、いないぞ。てか、人もいなくね。あの人とか、人質みたいなやついなくね。なんか入れんのかな奥にいんのかなこっち側にいる可能性もあるからな。道路側。 巡回してたら、やべえよね。あ、なんかフェンスがある。この中にいるのかな人。人はここに閉じ込められてるのかもしれん。あれ誰もいらん。誰もいない。誰もいないのかなあ、なんか濃くなってきてないなんか濃くなってきてるよ。まずいぞ。まずい。まずい。助けて。もう入るしかない。誰もいない誰もいないわ。死ぬのかな勝手に。 いなくなんのかな霧が来てるから。あ、人がいる。ちょっと俺もそこに入れてくれ。俺もそこに、俺もそこ行くわ。ちょっと、ちょっとどいて。俺もそこ行っとくわ。ちょっとそこしかないんだ。安全な。あ、閉められない。閉められないの、これ。閉められないのかよ。ちょっと、の、ちょっと頭の上、すまねえな。ここで、俺ここで助かるかな俺ここで助かるかなちょっと怖えな。ちょっと扉。この人が死なないという。 ね、あのー、ことを信じてここで俺はちょっと過ごすしかね NPC も戻ってきたら終わりだけどなちょっとおとなしく捕まっとくわ俺もここで銃構えながらこえ。扉閉められなかったかまずいぞこれまずい車の上とかの方が安全かもしれないないやわからんなわからんけどとりあえずまあここは壁で覆われてるから気づかれにくいはずだよしとりあえずもうおとなしくしてよ レイチェルか。こいつレイチェルだ。あとで助けてやる。俺が生きてればな。バーニングバレルのパチパチ音がうるさいから、敵の声があんまり聞こえない。あんまり近くにはいないのかな。あんまりしない気がすんで。まあ多分柵で追われてるから、あんまり近くには来てないんじゃないかな。発見も多分できてないから。多分ね、この敷地内にはいないだろうし。外にいるのかな。多分そういうことだろう。 NPC もいなくなってるしな、人のね、あの、あいつらも、多分ね、あれは死んだら、俺が死んだら多分、消えるか、何か、死ぬようになってんのかな、ゾンビとかも霧の中でやられても、ね、その後戻ったりしたら、あれだしな、いなくなってるからな、だいたい、その俺を殺した奴ら、俺を殺した奴らが多分、すぐに荷物とかを回収できるように、あれかな、戻ったり、その場でリスキルされないようにあのなってんのかもしれないね。 敵はいないね。ゾンビの気配なし、あっち側にもいないね。下手に顔出すのはやめた方がいいけど、見つかった瞬間は来るだろうからな。まあ、レイチェルが死なないとも限らないし、敵の攻撃がね、当たらないとも限らないから、俺に、ここ、通りそうだしね。で、ここを抜けてくる可能性だってあるからな。ボコボコにやられる可能性があるぞ。おとなしくしておこう。完全に。今、見つかってないんだったらね。もう、おとなしくしとこう。放置だな。あ、あそこにいる。あそこにいるぞ。 あれそうだよ動いてるもんほらあれゾンビか人じゃないよなさすがにゾンビだよなあそこに行ったけどどっか行っちゃったな見つかったのかな見られたのかな今もしかして怖えな来るなよお霧が晴れてきましたねよしよしなんとか助かったか危ない危ないよし音も消えたか大丈夫かなもう大丈夫わかんないこれタイミングがわかんないんだよね 微妙に。まだダメかな。意外といるからな。ピヨピヨが聞こえないと。鳥のさえずり。あ、もうでも大丈夫そうだな。あい、いるいるいる。危ない。全然ダメだった。まだいたわ。危ねえ。てか、ここ登れるんだ。ここ登れるんだね。いるいる。あ、死んだ。死んだぞ。よし。オッケー。やったぜ。あ、ピヨピヨ。ピヨピヨ来ましたね。やった。危ない。なんとか助かったぜ。あ、ここ登れるんだ。ここ登れたわ。あ、ここだったら。 もっと安全だったな。確実に安全だったな。よし。人来んなよ、人。人急に復活するんじゃないぞ。切りタイム終わったからって。あのゾンビ、勝手に死んだゾンビ、なんか落としたかな何も落とさないのかな勝手に死んだやつは何も落とさないのかなわかんないけど、何も落ちてない。まあいいや。よし。なんとか、なんとかなったな。うん。人もね、とりあえず勝手に消えてなくなったおかげで。 攻略できたな死んだらね、あの、勝手に消えてなくなるからな。よし、じゃあまずは人を助けよう。レイチェルだ。レイチェル、よし。新たな仲間だ。こいつ何者だろうな。さあ解放だ。仲間になれ。えーっと、あ、ナースって書いてる。ナースなの回復回復の人かな。よし、仲間に加えよう。よし、消えた。やったぜ。これで新たな仲間がね。 増えましたね。ナースだ。いいね。回復。スコットよりかは役に立ちそうだ。回復系ってなんかあんのかな職業って関係あんのかなしかし。わかんないけどね。なんなんだろうな。作業台とかもなさそうだけどな。そういうなんかね。回復系の作業台ってあんまり知らないけどね。コックとかいるのかなじゃあ。作業員とかね。そういうのが欲しいわ。よし。ちょっと漁っていくか。ペットボトル。車は空か,か。 この車はこの車は見れないね。えー、っと、こういうツールツールボックスとか。金属系もね、欲しいね。こっちの車はこっちの車から。これもからか。よし。で、あんまり何もなさそうだな。ブーツ。ブーツは別にいらないけどな。一応まあ持っていくか。一応持っていこう。これの装備って。あ、あれ 俺ヘルメットとかチョッキもなくなってんだもん。あれか、撃たれたり死んだりしたせいで、あれか、もう耐久値がなくなってしまったのかな。ヘルメットとかチョッキ、ね、ベスト着てたけど、シャツも着てたけどね、なくなってんな。ああ、なくなってしまったのか、残念ながら。まあ仕方ないか。か本当にここ物資少なそうだな。なんもない。ペットボトルばっかりじゃん。そんなペットボトルいらねえけど。なんもないわ。残念ながら。 シチューは飲めないし。え、本当になんもないぞ。まあ、ああの人がいたぐらいか。ま、あ今回の目的はあれだったからな。人だったから。あ、缶詰。ビーフ缶はいくつか。あとはショットガンと玉。ビーフ缶ばっかりだな。だからペットボトル、水入ってんのかなあ、水入ってるペットボトルか。ま、あまあ、あそれはいいね。それはよしとしよう。ビーフ缶と、まあ、まともな食いもんと、あれだね。水が手に入った。あ、なんか2個取る。また2個取れる。たまに2個置かれてんだよね。 これもバグだろうね。ヘルメットが前ね、2個あったけど。こんなもんかな。多分こんなもんだな。車の上を登れない。これ。直接は登れないか。はしご。はしごも使えないもんな。直接は登れないんだな。やっぱ何かを台にしていかないと。これぐらいの高さだったらいける。で、こう、こう行ったり、いけない。危なっ。この辺ぐらいだったら骨折しないか。ここぐらいの高さだったら骨折はしないんだな。柵は乗り越えられない。 これは乗り越えられないんだ。でさっきのはたまたまか。人質がいたから乗り越えれたのかなあ、ここの木だけ乗り越えれんのか。ここだけ若干高さが低いからな。ここは無理だけど。ここは乗り、乗れるんだね。うん。なるほど。そういうことか。これだけだな。物資はこんなもんか。全然何もなかったわ。まあ、食い物はあったし、人は助けれたからいいや。あ,あ、仕事をしてくれるかはわからんけど。よし。じゃあ目的は達成されたから、 戻るか。一旦戻りましょう。あ、でもあっちになんか、あの、アンテナのなんかあるから、あれ、あそこだけちょっと見ていこう。アンテナが立ってんだよね。あそこなんかあんのかな新たな仲間を呼んだりできないかなできないかな多分できないだろう。あと、俺が最初に死んだ荷物を若干探したいね。この辺に転がってないかなないか。ないな。やっぱないな。俺の荷物、小さすぎて。 わからないもうちょっとハイライトしてくれたらいいんだけどな、死んだところ。わからんな、ないな。あ、アンテナはなんもない。なんか、あなんか、ここになんかあるぞ。あ、登れないだけか。段差で微妙に登れないのか。何かあるのか。また見えない何かか。わからんけど。ここはあーあ、あなんか落ちてる。ああ、こういうのか。こういうのがただ落ちてるだけかな。特に何かできるってわけではないのか。あ、羽。いた、まあ一応もらっておこう。 なんもなさそうだな。なんもなさそうだ。うん。なんもない。特に何かできるわけじゃない。インタラクトもできない。まあ、こういう場所があるってことは、でも今後何か、ね、追加されたりとか、なんかありそうだよね。なんかできそうだよね。よし、じゃあ戻るか。目的も達成されたしな。拠点に行った、あの、二人目の NPC がどうなったかね。ちょっと気になるし。よし、拠点に戻ってきたぞ。スコットは歩いてるな。スコットはいるんだけど。 レイチェルはいるか。レイチェルはいないかな。レイチェル、あ、レイチェルいる。いたぞ。あ、レイチェルもいるね。ちゃんと来るんだな。別に人がね、一人しか配置できなくても。来るんだね。いるね。おう新たな仲間だ。女性サバイバーが出てきましたよ。ちょっと踏み荒らさないでくれるかな。よし、仕事してくれんのかなこの人たち。あ、ここにも。あ、一応入るんだな。あ、でも枠的に3つしか入らない。 3つじゃない。スクロールできんのかな ?3 人か。もしかしたらまあそもそもそんなにいないのかもしんないけどな。人自体がね。わかんないけど。あ、ここに一応チェック入ってんな。あ、別に1人ってわけじゃなかったんだ。こんな狭いところに3人も。俺入れて3人も住むことになるとはな。ちょっと邪魔だから君たちは自分で立ててくれ。家を。これで新たな仲間が増えたぞ。なんか作業できるかなやってみようかな。なんか作ってくれる 何も作ってくれないかな何かないかな何か作れそうな、何かできそうな、こいつらでもできそうな仕事は。インゴットでギア作らせてみるか、また。ギアをちょっと作らせてみよう。よし、ギアを。えーっと、じゃあレイチェルにしようかな。レイチェル、頑張れ。レイチェルに任せたぞ。よし。これでいけんのかなこれで、これでレイチェルに話しかけたらいいとかかなやれ。 お前やれ。お前だぞ。お前の仕事。ナースじゃダメか。ナースはできないのかなあー何もしないな。何もしようとしない。ゆっくり歩いてるわ。お前ら、本当にサバイバーする気あんのかなサバイバーする気。お前。<Yes. S 1> イエス。じゃねえ。るんだ。あれ、喋るぞ。スコットは一回も喋ったことなかった気がするのに。ねスコット人見知りなのかなトーク。あ、でもトークはできない。トークはできないぞ。ステータスは ステータスは見れるけど、まあショットガン、適当にショットガン上げとくか。ショットガンいっぱいあるんだよ。ショットガン渡しとくわ。一応ビーフ缶。ビーフ缶持たしとこう。急に死なれても困るからな。ビーフ缶と。よし。メレーのところにトンカチ入れるトンカチ入れられない,ないか。メレーじゃないか。いや、でもトンカチもれっきとしたメレーだけどな。十分メレーだけど。まあとりあえずショットガンでいいか。アサルトライフルでもいいけど、アサルトライフル1丁しかないからな。俺のもんだ。よし。 なんか仕事しろよ。あ、ヘルスが低い。やっぱこいつもヘルスがこんなもんか。一緒だな。血のマーク出てるけど大丈夫かな。スコットとでも同じだよな。スコットも同じ感じだったけどな。スコット喋るかな。スコット待て。スコット。あ、スコットは喋らない。スコットも一緒だな。あ、スコットよりちょっとヘルス多いちょっとヘルス多いんじゃない気のせいかな。ステータス。あ、か減ってないんだよな、ね。やっぱ減らないな。しかもなんか腐ってもないのかな。 もしかしてスコットとか NPC に入れたら腐らない腐らない説ある一回この腐りかけのジュース入れといてみようかな。31.8%。31.8%のやつをちょっと入れといてみよう。もしかしたら NPC に入れていったら腐らない説あるかもしれない。今は。まだ消費もされないんだったらね。あ、若干やっぱライフ高いぞ、こいつの方が。若干高い。スコットソルジャーなのに負けてるぞ。よし、こいつに入れといてみよう。腐りかけのジュース。よし。 何にも喋らないんだよ。何にも喋らない。まあこの辺はまだまだアップデートがね、あの必要ということか。ようやくまあ新しい仲間が追加されたし、まあ仕事はしてくんないからあれだけど、まあ、仕事をしない奴には食い物は渡さんぞん。全然外れてるしな。結局外れてるな。やっぱなんか特殊な奴がいるのかな。なんか書いてあるもんな。うん。50メーターオブ・ユア・ベース・シェルター。50メートルのがどうこうって書いてるな。 でも近いでしょ。50メートル以内でしょ。だいい、ただいたい50メートル以内だけど。やってくんないんだよ。何か違うのか結局違うのかなわからんな。結局仕事はしない。こやつらは。まあいいか。まあいいや。とりあえず仲間が増えたら、賑やかにはなったからね。うん。いいや。とりあえず仕事はしなくても、賑やかしとしておいとこう。一人よりか、幾分かましだ。よし。OK ーー。とりあえずこれで、まあ新たな仲間ね、 見つけれたしまあ多少スクラップとか、えー、ね鉄くずをねあのー、探索で見つけれたからまあ、インゴットとかねあのさらにあのジェネレーターを作る分のギアぐらいはあれ揃うんじゃないかなちょっと溶かしとこうまあなんとか揃えそうだから次回あれだね電気だなジェネレーター作って、えー、電気システムをねちょっとやってみようかなうまくいくかわかんないけどなジェネレーターにも燃料がいるかもしんないしなわからないけどジェネレーター使って。 ようやくね、この明かりをね、灯そう。夜でもね、快適に過ごせるようにね、したいですね。というわけで、今回はこの辺で終了します。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。